はい、どうもネイティブフォレスト小樽です。今回は1年前にですね、着生植物を鉢植えにしていくっていう動画をアップしました。その動画の内容としては、うちの環境ではコルクとか流木に着生させる壁掛けですよね、は育成環境とかが合わなくて鉢植えにしたっていう経緯があるんですけども、それから1年経過して今どんな状況になってるのか、皆さんにですねお伝えしていこうかなと思います。それではご覧ください。どうぞ。1年前の鉢植えにした動画をご覧になっていない方、気になる方はですね、概要欄に貼っておきますので、そちらから最初にどうぞご覧ください。その動画では3つの着生植物を鉢植えにしていきました。鉢植えにした理由なんですが、冒頭にもお話しした通り、うちの育成方法ではね、少しね合わないんですよね、というのも壁掛けにしていたらどうしてもね、鉢植えより水が乾きやすい、ドライアウトしやすいような状況になっちゃうんですよね。じゃーっとベランダなどで水をかけるようなことができればいいんですけども、そういう環境にないので鉢植えにしました。あとね、単純に鉢植えの方が個人的には形が好きだったり、管理がしやすいというのがあります。1年間ねずっと植え替えしていなかったので、結構用土とかねひどい状態になってしまってるので、早速一つずつ見ていって植え替えもしていこうと思います。それではまず一つ目がこちらですね、レカノプテレスクルスタセア。これね、まだね大きくなってないように見えるんですけども、これビフォーをですね見ていただきたいんですが、こちらですね。これから1年でこんだけ大きくなりました。十分ですね、この茎の部分ですね、これも増えて、順調に成長してきています。育成環境としては、上質ですね、加湿をしていないので、湿度はだいたい 40%、50% くらいかな。冬だったらもっと低いです。そして、完全室内栽培ですね、外とかには出してません。使ってるライトは、ゾックスのトロピカルレイズというのと、つくよみ LED ライトですね。そちらの、木漏れ日をですね当たるくらいの位置に置いています。メインとしてはそのライト、アガベとかパキポディウム、グラキリスとかに使っているんですけども、そのこぼれた、光をもらってこんくらいですねしっかりと成長してくれるので、さほどですね光の要求量はいらないんじゃないのかなと思います。あと水やりの頻度なんですが、水苔がの表面が乾いたらですね、バケツに水を張ってもうドボンしちゃって終わりです。それで4日5日くらいは、夏の間だったら持つかな、冬だったら3日に1回くらいになっちゃうと思うんですけども、割と水持ちはねいいですね。管理もねすごい楽、ただドボンとしてそれで終わりです。はい、これね見ていただきたいんですけども、これね水苔植えしてるんですよ。下の方はバークチップ入れて、上は水苔植え、真っ黒にねなっちゃってますよね。もうこれね取り替えないとやばいです。で、最近ですね、ちょっと憎き貝殻虫が数匹ですねついてるのを確認したので、早め早めに対処していきたいと思います。先ほどですねちょっとチェックをしたら 2,3 匹くらいかなついてたと思うので、それはですね取り除いて、株全体ねちょっと水で洗ったりして植え替えをして農薬で対処していきたいと思います。はい、でこれがまず一つ目ですね。はい、次はこちら、これはですねドリナリアのルーシーという着生植物になります。これもね同じく水苔えらいことになってるので、これも植え替えしていきます。夏に入ってからですね、結構動きを見せてくれています。しかし葉っぱのですね枚数はね少ないですね、少ない。もっとねしっかりといっぱい出てくれると思ってたんですけども、それにしても去年から比べるとしっかりと成長はしています。はい、このねドリナリア特有のこれ枯葉になってるんですが、シールドと呼ばれて、これがですね、上から降ってくる鳥の糞だったり落ち葉を貯めてですね養分にしてると、着生植物なので栄養をね摂取するのがね結構工夫が必要っていう感じになりますよね。はい、これねめちゃくちゃねかっこいいですね。最近この長い葉っぱ
履いてきてくれました。でもね、もう少し光量があってもいいのかもしれないですね。さっきのレカノプテリスよりは光の領域は高いかもしれないです。はい、それでは次いきます。はい、次はですね、こちら、これはアリ玉ですね。ヘドノフィツムモセレヤナムっていうのかな、シノニムではパプアナムっていうふうにも言うと思います。これね、去年に比べて調子はね、どんどん下がってきています。もっともっとね、葉っぱがいっぱいついていたんですけども、やっぱりね、アリ玉は光がですね、必要だと思います。屋外でしっかりと光を浴びせてあげるか、まあ、アマテラスとか、まあ、そういう LED ライトで管理した方が葉っぱの付きは全然ねいいと思います。あとはね、もしかしたら湿度必要かもしれないですね。うん、調子はめちゃくちゃ悪い。まあ根茎の方は、問題なく弱くなったりそういうのはないんです。根っこも多分かなりしっかり張ってるんですけども、葉っぱの付きがねいかんせん悪いですね。まあこんな感じで、まあ、ここら辺のですね葉っぱ新しく生えてくるんですけども落ちちゃうんですね。今触っただけでももう取れちゃいました。なので、うん、環境は合ってないです。これもね、植え替えして、ファームにですね、ビニールハウス作ってますので、そっちに移動します。そっちの方がね、光量強いライトを使ってるんで、環境的には合ってるのかなと思いますので。はい。そんな感じで、昨年から1年育ててきてからの変化でした。ということで、まあ、引き続きですね、植え替え作業も一緒にやっていきたいと思います。それではまずレカノプテリスですね。うん、これねお気に入りなんですよ。かっこいいですよね。レカノプテリスね、もっとねいろんな種類欲しいです。ファームの方にハウスあるので、そっちで、吊るせばまだまだ置けるスペースがあるので、ちょっとね集めたいなとは思いますね。かっこいいすぎる。まあ、有玉とかだともしかしたらね、外で日光浴させる必要があるのかもしれないんですけども、レカノプテリスは、屋内育成で、まあ、種類にもよると思うんですけども、いけるっていうことが、基本的には分かったので、今後集めていきます。はい、それでは早速、この汚い水苔、全部外していきます。ちょっとね、茎折っちゃいそうだな。どうやって外せばいいのか、分かんないくらいに、がっつりくっついてるな。来た。あ！折れちゃいました。折れちゃった。こういうことがあるんでね、本当に気をつけて作業しないといけないですね。こう、こんな感じで。根っこはね、結構、着生植物の割には、しっかり張ってるなっていうイメージですね。いや、さっきね、カエガノムシがいたんで、ちょっとね、結構丁寧に作業しないといけないですね。いずれ、駆逐しないといけないので、まずね、水苔、全部外していきます。案外ね、水苔古いと思っていたんですけども、もう表面の水苔だけですね。中の方は結構、まだまだ、色は問題なさそうですね。まあ、しかし、取れるものは取っていきます。無理にね、取りすぎると根っこも傷んじゃうので、取れる分だけ取ります。結構ね、もう株分けできそうな感じはするんですけども、しないでおこうかな。そのまま、大きくしようと思います。こんな感じで、ある程度、水苔取りました。これ以上取ったら根っこどんどんちぎれちゃうので、これでとりあえずやめておいて、まあ、カイガルムシのね、幼虫だったりそういうのがちょっといったりするかもしれないので、水でざっくり流してきます。鉢もね、綺麗にしてきます。はい、というわけで、洗ってきました。うん。まあ、これで、まあ、カイガルムシの予防は終了ではありません。駆逐しないといけないので、植え込みながらですね、この、オルトランデラックス DX を使っていきます。これは粒状になっていまして、葉っぱのですね、栄養とかをチューチュー吸うタイプの害虫ですね。アザミウマだったり、こういうカイガルムシに効く農薬になっています。簡単に説明すると、これを巻いてですね、水やりとかしていると、根っこからこの成分をですね、吸収して、汁を吸いに来た害虫を退治していく。まあそういう商品になっています。はい、それでは植え込みをしていきます。まず前回と一緒ですね。
結構成績良かったんで、このバークチップをですね、まあ、鉢底石代わりに入れていきます。あとは水苔です。はい、バークチップ入れましたら軽く水苔を敷きまして、マガンプ系中粒を、入れます。そして、酸素が一段もうフルコースですね、根の、まあ、定着成長を促してくれると。はい、そして、植え込んでいきます。まあ、植え込むっていうか包んで、まあ、置いとくだけっていう感じですかね。あとは勝手に根を張ってくれますので、大きくなったんでちょっとね、植え込みづらいですね。あ、やべ、バキッつったバキッって言っちゃったよ。外すか。これね、取れちゃいました。二つに割れちゃったんで、これ一つね、また別植えにしますわ。しゃあない。水苔詰めすぎましたね。押し込みすぎてこんなになっちゃいました。もしかしたらね、鉢増しした方がね、良かったかもしんないですね。結構簡単にポキッと根茎の部分折れてしまいますので、気をつけないといけなかったですね。折れた部分、どうだろう、どこかわかんないんですけども、傷口塞いだ方が、本当はね、いいと思うんですが、どこかわかんないですね。腐んなきゃいいですけど、まあ、しゃあないんで、そのまま植え込んじゃいます。本当はね、傷口アロンアロハか、まあ、トップジンなんかで塞いじゃった方が良かったかもしれないです。まあ、今日はもうそのままやっちゃいます。はい、想定外ではありましたけども、二つ分けてしまいました。一つのまま行こうとしたんですけどね、割れてしまいましたので、二つにしました。まあ、腐んないように、多湿にしすぎないようにしていこうと思います。で、先ほどから言ってですね、ちょっとカイガルムシ発生してしまったっていうのがあるので、これはですね、オルトランデラックス撒いていきます。だいたい 1g から 2g くらいを鉢の表面全体にですね、振りかけていく。だいたい 4、5 回ですね、シャッシャッシャッと振ると 1g から 2g になると言われてますので、まあ、そんな感じで、まああんまり気にしないで鉢全体になるようにですね、入れていきます。厄介なのでね、カイガルムシ増えすぎたら、あれ爆食するので、昔ね、一回ねやられたことがあったんですよ。ホームセンターで買ってきた、観葉植物についてたみたいで、気づいたらもうモコモコのね白いやつ、それで覆い尽くされて、その株もうダメになっちゃったんで、次はないようにしたいので、ちょっと見えづらいんですけども、まあ、全体に入れました。これオルトラね、ちょっと臭いんですよね。匂いがするのであんまり好きじゃないんですけど、ざっくりと巻きました。これでレカノプテリスは終了です。次行きましょう。ですね、やる作業は一緒なので、まあ、あと2つはパパッとやっていきます。おっと思ったけど、すごいですね、めちゃくちゃ根っこが回ってる。こんなに回ってんのにあんまり葉っぱ出ないっていうのは、やっぱり光量不足だったのかな。じゃあ綺麗にほぐしていきます。はい、植え替え完了です。まあこれはね、普通にただ植え替えただけです。一応ね、さっきのレカノプテリスの横に置いていたので、貝殻虫チェックをしたんですけども、いなかったんで大丈夫だと思います。まあいないのに、まあ巻かなくてもね、いいのかなと思ったので、巻かないでおきます。何でもかんでも農薬っていうのもね、少し抵抗もあったりもしますので、これはこれでとりあえず植え替え完了です。 OK。 はい、続いて最後はこちら、ヒドロフィツム、モセレヤーム、パプアナムですね。これもまあ同じく植え替えしていきます。こういうね、大きいものをですね、植え替えすると机の上がね、もうごっちゃごちゃになるんですよね。水でびちゃびちゃだし、水苔ですごく汚れてるしと、まあ諦めるしかないんですけども。お、あっさり取れた。あっさり取れたけど、根っこね、めっちゃ張ってますね。やっぱりね、これもさっきのドリナリアと一緒で、根はかなり張ってるんですけど、葉っぱの展開が悪いっていうのは光量不足だと思う。まあ、肥料も確かあの時入れてたような、光ですね、やっぱり。まあ、着生系ってやっぱりビカクシダとかも、室内で育てるにしても、
ライトね、結構いいライトとか強いライト当てていること多いですよね。まあなので着生系はね、完全室内ってなるとね、ちょっと、まあ、完璧には仕上げられないっていうのがね、もどかしいところなんですよね。まあ、他のね、ジメジメ系、アグラオネマとかホンマルメナ、ベゴニア、セラギネラとかいろいろありますけども、まああそこら辺は本当に LED で育てた方がいいですね。直射日光とか当てたらまずね、やばいので、まあ、そういうところも、育成する場所のね、環境によって植物育てれるのとか育てられないのあるので、いろいろ、まあ、試していく必要はありますね。こんな感じで、根っこはね、しっかりとしてますよ。うん、いい感じ。なので、これも同じく植え替えていきます。はい、洗ってきました。こんな感じでね。で、まあ、これも植え付け同じ作業なので、特にね、全部は解説していきませんので、同じくやっていきます。貝殻虫チェックをしましたが、一切ついてなかったので、これも特にオルタランは撒いたりはしないで、普通に植え付けていきます。いやー、よかった。とりあえず、レカノプテルスだけで、なんとか防げていたっぽいです。そんなね、爆食してなかったので、これでね、収まってくれりゃいいなと思います。はい、できました。こんな感じで。水苔綺麗になってね、やっぱり気持ちいいですね。これで、すべて植え込み完了いたしました。植え替えしたばっかりなので、しばらくはですね、光が当たらない、こういう棚に置いておきます。で、根がですね、落ち着いてくれたら、また元の位置に戻すのもありますし、ファームの方のですね、ビニールハウスに、まあ、移動するものもあると思います。もう本当にね、これなんかは、もっと光量必要なので、移動すると思います。まあ、ドリナリアもそうですね。これで、とりあえず、OK じゃないでしょうか。はい、というわけでですね、着生植物3種類、植え替えしていきました。ちょっとね、害虫だったりとか、株が折れてしまったり、葉っぱが折れてしまったりとか、まあそういうね、トラブルあったんですけども、なんとか終わりました。まあ撮影しながら、殻付けしながらだと、結構、大変ですね。はい、というわけで、今後もですね、まあ何かね、大きな変化があれば、動画にしたいと思うんですけども、まああんまりね、変わらないと思うので、一応、今回はこれで終了となります。はい、というわけで、今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。